何見てるの？特に何かをってわけじゃない。習慣みたいなものさ。仲間の安否や戦況とか、更新された情報の確認。といっても、コロニーから情報が送られてくることは、もうないんだろうけどな。ん？どうかした？ミオの頭の上にアイコンが出るようになったんだ。え？本当だ。私も君のアイコンが見えるようになってる。いつから表示されるようになったんだろう。今まで気がつかなかった。ミオのアイコンだけロックがかかってないな。え？あっ、モモモ、なんでノアの服が変わったんだ？できることはこれだけじゃなさそうだ。それミオちゃんも。どうなってんだ？初めて持つブレードなのに、扱い方や立ち回りの仕方が頭の中に浮かんでくる。不思議。これ見て戦い方を覚えたって感覚じゃない。まるで体が最初から動き方を理解してるって感じ。私はミオちゃんと同じ装備出せないみたい。これか。なんでノアのじゃなくてこいつのなんだ？こっちこそ知りたい。僕も君のクラスしか選択できないみたいだ。へえ、こいつをパワーアシストなしで振り回してるとかすげえな。なんかよくわかんないけど便利じゃん。これもウロボロスの能力なのか。戦略の幅が広がるのであれば使わない手はない。私も新しいブレイドで戦ってみたい。ここから南へ向かうんだよね。道中でどれだけ使えるか試してみよう。攻撃は嫌いじゃないよ。回復は任せとけって。戦況を見るのに回復役が適しているんだ。ぶっ飛ばしゃいいんだろ。私に任せてね。
ウンドビート。ワイドスラッシュ。ブラッシュブラスト。闇まとい。クラッシュアウト。ミオのクラス、疾風士。早速試してみるか。んじゃ、あいつに試してみるか。慣れるまでは無茶するなよ、ダンス。あたしらに喧嘩売るとはいい度胸だ。ケベス、何か楽しい感じになる。そうだ、2つのアーツを同時に繰り出すことができる。ケベスとアグネス、両方のアーツを伝えるようにしようとね。そっちはダメだって。ハハ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 。おぼろかです。ブラッシュアウト。引き倒す。そっちはダメだって。俺が引きつける。ラウンドヒーロー。アバウンドビート。マーヘッド。どいてろ。おぼろかで、そっちはダメだって。ジャイアンたちが相手になるよ。助かるぜ。バタフライエッジ。ダメだって。フライフラッシュ。俺が引きつける。助かるぜ。ワイドフラッシュ。これ以上は引きつけられない。助かるぜ。よし、準備完了だな。アースを融合させて解き放つんだ。おぼろ風、これでどう。よし、やってみよう。ちょろいもんだね。アースの威力も上がってるみたいだな。こりゃ使えるぜ。これでどう。行け、ラウンドヒーロー。激怒セミストライク。ミオが戦ってる時みたいに機敏に動けていた気がする。あんなに使いこなせるなんて驚いちゃった。ミオもすごかったよ。もう少し練習すれば君より上達するかも。あんま実感なかったけど、ウロボロスってすげえんだな。だな。あ、ロックされてたアイコンのゲージが溜まってるよ。私も共に戦い、経験を蓄積すれば他のメンバーのクラスも扱えるようになるということか。いろいろと検証したいところだが、同じ場所にとどまり続けるのは危険だな。ああ、そんじゃ早いとこ南を目指そうぜ。
ウロボロスの力、有効活用すべきだな。初めて来る場所だね。ちょっと止まってくれ。この先のルートについて提案がある。提案って？今地形データを送る。ざっくり言って西と東、僕は西側ルートを提案する。理由は？西側はアグヌスのコロニー支配域になってる。いくつかの部隊が展開していて少々危険かもしれないが、南下するには最短ルートだ。東側はどうなんだ？東側は現在どこのコロニーの支配域にもなっていない。ただし西側よりかなり時間がかかる。時間かかるんだ。ちょっと待て、わざわざ危ない方を選ぶのか？少々危険かもしれないと言っただけだ。規模はそこまでじゃない。アグヌスの部隊展開してるんだろ？ああ。なのに行くってのか？その方が効率はいいと言っている。効率って？効率は大事じゃないかな。時間かかるよりかからない方がいいと思うな。ねえ、ひょっとして二人とも余計な気使ってない？いや、そういうわけでは。東寄りのルートの方が安全なんでしょ？おかしいじゃない、安全な方を選ばないなんて。だから時間が。ほら、気遣ってる。それだけじゃないんだ。東には荒野が広がっている。暑さが尋常じゃないんだ。それはダメだよ、ミオちゃん。私のことはいい、みんなの安全の方が大事でしょ。ノアはどうなんだよ？俺は。俺も安全な方を取りたいかな。暑さなら我慢すればなんとかなるだろ。これで4対2だな。タイオン、セナ、お願い。わかった、君がそこまで言うのなら。これで決まり。さあ元気出して出発。おいおい、まだ入ってすぐだぞ。渡すものは確か。
暑い。もうダメ。気をしっかり、ミオちゃん。こんなところで倒れちゃダメ。確かに暑いっちゃ暑いが、そんなか。ミオは暑いのも暑いものも苦手なんだ。だから言ったのに。ランツは昔からこういうの得意だろ。まあな、鍛え方が違う。正直俺も少ししんどくなってきた。どこか休めるところでもあれば。見てあれ、ミオちゃん、水だよ、オアシスだよ。水、そう、水、水、行こう、ミオちゃん。なんだよ、結構元気じゃねえか。元気になったのなら何よりだが。蜃気楼じゃなきゃいいけど。もうすぐオアシスだよ。冷たい、気持ちいい。おりゃ、さてと、んじゃあ俺も。ランツも。せっかくだからな。こわ。バカ野郎。てめえのがたい考えよ。はあ。どの道ずぶ濡れなんだから大して変わんねえだろ。変わるとか変わらねえとかそういうんじゃねえ。耳に水入っただろうが。タイオンは行かないのか。僕にはやることがある。今そっちに送る。地図、地形局の名。この辺りは消滅現象がよく起こる。消滅現象ってあの？見ろ。ここだってそうだ。どうせならより安全なルートを進みたい。慎重なんだな。それが役目だ。助かるよ。あ、いや。
ここってどんなところなんだろう。マナナのお手製野戦スープか、うまそうだな。Thank you.
さっきからなんか調子いいんだよな。きっとマナナの料理を食べたからだよ。私たちもいつも力もらってたんだ。私らに喧嘩売るとはいい度胸だ。
アタック続行だ。離れるとこういうことも自分たちでやらなきゃならないんだな。大変だけど慣れていくしかないよね。
鋼の肉体か。いいね、憧れるぜ。ジェムが完成したな。